メザイアネー。メザイアネーではありません、マサキ剣士。メザイアさんと呼ぶザマス。ザマス、これが異世界から伝わる正しい教育係のコスチュームと言葉遣い、ザマス。誰だこんなの伝えたやつは。何か異論でもあるザマスか。ああ、いえ、今度はどんな仕事なんですか。上級生からあなたをエステ要員としてほしいという要望が多く寄せられているザマス。エステ要員？入浴時の洗浄補助係、ザマス。は？つまり聖騎士の髪を洗ったり体を洗ったりするザマス。俺ちょっとよう思い出して。うわ、この仕事はポイント高い、ザマス。いや、でも引き受けた。おラーシャラ様。剣士、望まれて仕事をするということは幸せなことじゃぞ。でもちょっと恥ずかしいし。仕事じゃん。そう、神聖な仕事、ザマス。俺そんな仕事したことないし。何事にも初めてというものはある。大体じゃな。エステ要員に指名されたということは聖騎士たちからかなり興味を持たれているということじゃぞ。言ったであろう、そういった人脈がお主が元の世界に帰れる可能性を高めるのじゃと。それはそうですけど。安心する、ザマス。初めてなら私がこれからじっくり教える、ザマス。え、ちょっとメザイアね。メザイアさん、ザマス。それとも私では不満、ザマスか。いや、なるほど、あなたがその気なら私も自分の名誉にかけてじっくりと私のすべてを教えてあげる、ザマス。不満だなんて言っても思ってもいないんですけど。桃源郷に連れてって差し上げる、ザマス。剣士、剣士、しっかりしなさい、剣士。メザイア、剣士の魂が抜けかけているようじゃが、お主の方は何がつやつやしとるの。気持ちよかった、ザマス。姉さん、何やったの。あまりに物覚えがいいからついついやりすぎちゃったって。ザマス。メザイア、もしや問題になるようなことは教えていまいな。剣士はまだ未成年なのじゃぞ。安心する、ザマス。越えてはいけない一線はちゃんと教えたので問題ない、ザマス。教えた、剣士ちゃん。ここから先は本番ではしちゃダメよと、ザマス。ね、いやいや、深く追求するのは危険じゃ。しかし、メザイア、とりあえずレクチャーは終わったと考えてよいのか。はい、ザマス。しかし一通り教えたとはいえ、どこまでが一通りなんだか。まだまだ実践経験が足りない、ザマス。もう何人か実験台、もとい横演習ができればいいの、ザマスが。マサキ剣士、行くぞ、ザマス。ちょっとやめなさい、剣士。あんた目が普通じゃないわよ。何を言っても無駄、ザマス。今の彼は与えられた使命を忠実に実行する、いわばマッサージマシン、ザマス。なるほど、意識が現実逃避している間に命令をすり込む、いわゆるバーサーカー状態なわけじゃな。その通り、私の命令以外は聞こえない、ザマス。なんてことすんのよ、バカね。あんたもとっとと正気に戻れ。ここからはダメ、ザマス。やめろ、ケンシ。こら、あんたたち、絶対に許さないんだから、バカ。マッサージマスインか。こりゃ金が取れそうじゃな。では口コミの宣伝も兼ねてもう少し経験を積ませる、ザマス。